皆さんこんにちは。今日は小安神社の行祭ということで、この境内はあふれんばかりの皆様お出かけをいただきまして本当にありがとうございました。皆様ご案内の通りですね、小安神社はです、神座をされまして、平成21年にですね1250年を迎えたんです。八王子でですね一番古い神社、一番崇敬をされている神社でございます。今日は祇園祭ということで、祇園祭の中で、ね、一番のイベントであります神輿の灯籠がございます。今年は小安回りでございます。大変空も出発に先立ちましてですね、太陽が出てきて大変暑くなると思います。十分お体にはお気をつけいただきましてですね、水分を十分とっていただき、事故のない怪我のないように、宮入り5時を予定しておりますので、宮入りが無事できますよう皆様のお力添えをお願いいたしまして、ご挨拶をさせていただきます。本日はおめでとうございます。続きましてご来賓の方のご紹介でございます。衆議院議員、内閣副官房長官萩生田御子様、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました地元の衆議院議員萩生田光一でございます。小安神社の祇園祭誠におめでとうございます。またただいまは神事が滞りなくさせられまして、いよいよこれから取り扱いしていくことになります。うちご町内の皆さん、そして、総統遺産会をはじめ友好団体の皆さんには毎年小安神社このお祭りに来ていただいておりますこと、地元の一人として歓迎を申し上げたいと思います。どうぞ見合いの時間まで事故のないようにですね、そして町中に元気を振る舞いていただいて、盛り上げていただきますように心からご祈念申し上げ、うちご総代の皆さんのご労苦に敬意を表して一言激励とお祝いのご挨拶いたします。おめでとうございます。続きまして八王子市議会議員伊藤翔子さん、お願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、いつもお世話になっております、八王子市議会議員の、伊藤翔子と申します。小安祇園祭の、クライマックスを飾ります。神輿の特技はいよいよ始まります。地域の皆さんと、そして今日は30団体を数える協力団体の皆さんにもお出かけをいただいておりますので、安全で楽しい最後まで挙行されますよう心よりお祈り申し上げまして、一言お祝いのご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。続きまして総統遺産会一ノ瀬会長です。皆さんこんにちは。本日はご参集ありがとうございます。本日、担ぎ手は、マナーの良い団体を、選抜してご招待いたしました。最後まで、トラブルのないように、立派に、投票してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、頭の温度で始めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。僕たちを見に行って